ここだよ。今行く。どうも皆さんこんにちは、星椎茸です。ホライゾンゼロドーン続きをやっていきたいと思います。では行きましょう。聞こえたよ。上か。あ、出れる出れるね。出よう出よう。大いなる母よ、さあほら捕まって。あそこには行っちゃいけない。ほら、アーロイ、ここは禁じられた場所だ。落ちちゃったの。あれは鉄の世界の。それは何だ。別に。下にあったのか。うん、渡しなさい。やだ。アーロイ、それは危険なものだ。いや、そうか、そうやってこっそり抜け出すなら荒野で生きる方法を学ばねば。来なさい、帰るぞ。だが明日からは狩りの特訓をする。おお、この人が教えてくれるのね。そのおもちゃとは話すな。さあ谷を下るぞ。おいで。このデバイスは耳に入れてんのか。さあ、アーロイ、荒野は危険だらけだ。そばを離れず言う通りにしろ。分かってる。さあ、昨日お前は落っこちて怪我をしたろ。まずは手当てだ。この袋を持って薬を集めるぞ。この植物見てみろ。薬草ポーチか。これは安らぎの花。ほら、こいつの実を集めてこい。ん？あ、そっちか。アーロイ、何してる。これは実を集めろ。スキャンはできひんのね。三角。よし、食べてみろ。食べる？上でポーチを使って体力が回復か。なるほど、十字キーね。苦いかもしれんが命を救ってくれ。なんかある。常にいっぱいにしておけ。薬効のある実や花でな。枝やな、枝がある。わあ、自由に動けるぞ、フィールド。他は何もないね。ジャンプ。ここはどこ。この谷は安息の地の一部にすぎ。安息の地。野良族がこの地を守り、危険な機械を追い払っている。普段はな。おじさん遅いね。わあ、でも綺麗やわ、映像いいね。下流の先でオプションは、あ、セッティングあるね。難易度がノーマル、クエストパス、マーカーパス、エイムアシストがオン、切り替え式、移動とダッシュが切り替え式、ボタン割りやって、タッチパッドが HUD と目的、武器で狙うが
RL2 か。スライディングとかあんの？ダッシュ中に三角ってことかな。ダッシュ中に三角。機械の目を覚まして狩りを教えてやろう。無理や。危ない機械？機械は皆危険だ。奴らを甘く見てはならん。だが私が一緒だ。お、アーロイ、機械が来るぞ。しゃがむ。かがんで背の高い草に身を隠すんだ。草に入る。いたぞ。かがむんだ。ちっちゃいの。アーロイ、待て。あの機械はウォッチャーというやつだ。この荒野で生き延びたかったら、奴らに絶対見つかってはならん。教えてやろう。私の言う通りやってみるんだ。動くな。じっと待つんだ。ああ。かかったまま、あの背の高い草までついてこい。このおじちゃん、なんだっけ名前。ロスとか。この人あれやね。イッテQの人。おっと、もう一匹。あっそ。あれ、さっきのやつどこ行ったの？お、来た。キャン。こっちに来い。ゆっくり動けば音も立てずに済む。それにかがんでいる方が静かだろう。なるほどね。こういうところに入れば見つからないと。ほんで、どうやら草の中に入ると上の方向を示すやつの下にある目のマークが目を閉じたような状況になってるから、進もう。多分これが見つかりやすいとか見つかりにくいとか、多分そういうのがあるのかな。よくやった。気づかれなかったな。イエーイ。ステルスアイコンや、これが。群れはこの先だ。拾えるもんは何もなさそうか。ロッククライミングしてるな。あれは誰？無視するんだ。と思ったらパルクールや。ねえ、笑ってるよ。デブ、ほら戻っておいで。デブ、どこだ？無視しろ。いいか、彼は部族の人間だ。部族が嫌いなのかもよ。愚かなことだな。さてと、群れを探そう。来い。お、ウサギさんがいる。拾えそうなアイテムがないな。お、水の中にも入れるやん。 あいつはストライダーだ。こっちの方は、あ、上がれる。結構上がれるやん。この上はでも行かれへん。なんかこう寄り道したら何かあったりはせえへんのかな。水に流されるね。ダメだ。これダッシュ？お、薬草や。はあ、行け。逃げちゃったよ。やつらは人間に気づくとすぐに逃げてしまう。覚えておけ。だからこっそり近づくんだ。平気だ。谷の先で追いつくだろう。これは石。じゃあお前の手のひらくらいの大きさの石を探せ。石。なんで？言う通りにしろ。石を集めたら使い方を教えよう。それでいい。こっちだ。オッケー。
目の両側にあるカッコは今立てている大きさの音、あーそういうことなんや。あー確かに走るとカッコが大きなんね。普通に歩いててもちょっと音を立ててる感じやし、ダッシュするともっとうるさくなると。こっちだぞ。どっち？結構先やな。時間を無駄にするな。すまん。結構この人厳しいな。アロイ、さこい、群れがいたぞ。よし、それじゃあ石を投げるぞ。でも石じゃ機械は倒せないんでしょ。ああ、だが気をそらせて罠に誘い込める。例えばあそこのウォッチャー倒さなければ群れに警告されて近づく前に逃げられてしまうだろう。警告？どうやって？機械は意思疎通できるんだ。素早く仕留めないといけない。私が合図したらこの尾根から石を投げてウォッチャーを引きつけるんだ。合図を待つんだ。もうアイテムいっぱいあるやん。結構遠目でもスキャンできるな。アロイ、こっちに石を投げろ。石、石、こっちってどこかい。おお、テイクダウン、素晴らしい。降りてんか。よし、もう安全だ。来い。オッケー。おーおおおお。石を拾う。獲物を解体して矢を作るぞ。枝がいっぱいあんね。よし、こいつや。長押し、シャードとワイヤー。矢の軸に茎を使う。矢尻には鉄のシャードだ。 L1 長押しで武器メニューを開く。R でなんか槍を選択して×で長押し。あ、これね。で×。よし、作り方さえ覚えておけば矢に困ることはない。これを作るには枝と三角形のシャードがいるということやね。で、どうすんの？その矢を使ってみるぞ。おっしゃ、狙えるぞ。来い。いいか、草の中でかがんで音を消せ。いよいよ初めての獲物を仕留める時だ。ストライダーだ。機械にしては弱いのだ。だが弱い機械とはいえハンターを殺せる。絶対油断するなよ。獲物をよく見る。表面が硬くても弱点は必ずどこかにある。例えば目だ。他はどこかな。スキャンで、これがあれやね。ブレイズキャニスターが弱点。中に入れ物がある。これが弱点なの？そうだ。なぜわかった？教えてくれた装置が。あのおもちゃがか。嘘をつくんじゃない。さあ、ストライダーを仕留めろ。メーカー入れ物を狙うんだ。突進してきたら転がって避けるんだぞ。オッケー。狙いをつけながら R に長押しで弓を最大限に引きつければ。あ、押しっぱなしでいいと思うな。いいぞ、その位置だ。打ち続けろ。オッケー。追ったから追ったから。シャード、ブレイズ、点火装置。今日はよくやった。だがまだ先は長い。続きはまた明日やろう。
今のは。あの子、義勇の小道を走ってる。ついてこい、急げ。あの子ってどの子？エルさん押し込みでダッシュ。これダッシュやんな、これ。おっさんにやっぱ話されるのは。年齢差やね。おう。私はできない。あの少年が機械に見つかって殺されるのは時間の問題だろう。ひどいな。ここで撃てばあれは暴走し踏み潰されてしまう。でも進む道が分かるの。嘘をつくのはやめなさい。なかなかひどいなこいつも。本当にこっそり行けるから。やめるんだ。弓矢持ってかれた。おお、マジか。これでまさか行かなあかんのか。おお、危ない。 R1 で足跡ハイライト。ああ、この人はこういう道沿いで歩くってことだよね。はあ。気づかれないようにゆっくり静かに動かないとダメ。これぐるっと回って通り過ぎたあっち行くか。ハイライトはこのチェックするかどうかってこと。よし、行け、前で。見られたらダメ。いや、ここにもいんのか。チェック。この人はこっちの方には来へんのか。これは次あっちでいいんかな。この距離歩けんのか。気をつけないと。よし、OK。で、お次はどれや。こいつか。チェック。結構歩く距離長いな。これ今行けんのかな。今か。どっちに行くか見てないと。こいつは大丈夫かな。もうちょっと。よしよしよし。いけるね、いけるね。よし、これで到着。デブじゃない、テブか。ねえ、
何？ついてきて。これだからこのステルスを使って、ね、どうやって避けたの？やっていくわけだな。どうやってこんなこと？ここまでは大丈夫か。行けたな、さっきあっちまで。これで大丈夫かな。いけるね。こんなの信じられない。このまま行っちゃうか。おっさんいる。待って、女神様の祝福をあなた方に。その子おかげだ。僕はおい、口を閉じていろ。こいつらは異端者だ。その子は母なし子だぞ。行くぞ、母の源へ。ひどいなあいつ。異端者と話してはダメなんだよ。掟で禁じられてる。さあ帰るぞ。こっちだ。道はわかる。口を閉じてろ。おい、口を閉じてろ。メインクエスト完了。野生の教え。こっちに来るな、母なしごめ。来てないし。悪いやつやなこいつ。お、来たな、ニュータイプ覚醒。時と場合によってアロイの反応を選択することができる。グーを選ぶと挑戦的なアクションを。これ脳みそか。脳みそを選ぶと賢明なアクション。ハートを選ぶと信念や共感に基づいたアクションを取る。意志を捨てて家に帰る。いや、頭を狙いたいよな。頭を狙いたいけど、ここはかっこよく意志を狙う。おい。悪い顔してるわ。血が出てる。さあ見せなさい。ほら、じっとして拭いてやる。なぜ？し。なぜ私は異端児なの？アーロイ、今その話は。私のお母さんは誰？アーロイ、前にも言ったが、知るべきことじゃないんだ。ババ様が連れてきた時、お前は赤子だった。ババ様たちは知ってる？難しい話なんだ。でも知ってるの？私たちは異端者なんだよ。じゃあどうすれば教えてくれるの？長老が？方法はなくもないが。じゃあ教えてよ。でも危険だ。なんで？何年も訓練しなければならない。そんなの平気。どうすればいいの？教えて。試練に出ろ。毎年行われる通過儀礼だ。合格者は義勇兵となる。だが勝者になれば長老が願いを聞き入れる。願い？そうだ、勝者が望むものは何でも。私やるよ。ハンター試験やな。絶対やるもん。勝ってみせるよ。なるほど。
なら訓練しないとな。訓練は大変だし、何年もかかることだぞ。じゃあ始めよう。ね、来て。当たるようになってきたよ。一瞬で大人になった。びっくりした。ラスト。声変わりしたな。ラスト。ラスト。一体どこ？試練の2日前なのに私を置いていった。らしくない。レベル3到達。槍の切っ先ロストを探す。なるほど。まだもうちょいいけるか。特に調べれそうなもんはないんか。家の中とか変えれんのか。これ入られへんやん。よいしょ。チェックできそうなものはないな。そしてこれは、こういうの超えれんねや。セーブとかってどうやってすんのこれ。R1 で機械の走行板を破壊できる。訓練用ダミーで倒そう。よし。ではですね、まあ、今回はここまでにしておきましょうかね。よいしょ。はい。ということで、また次回お会いいたしましょう。またねー。